8つの商品作品76は、ヨハネス・ブラームスが作曲したピアノのための性格的商品集。公共曲第2番の作曲から1年後、1878年の夏頃に、ベルター・コハンの秘書地ベルチャフ派で作曲された。なお、第1曲の初行のみ1871年に書かれている。 第2曲がイグナーツ・ツブ・リュルによって1879年10月22日に先行して初演されており、全曲の初演は10月29日にベルリンでハンス・フォン・ビューローによって行われた。ビューローはその後もこの曲集をマナソーしたと伝えられている。出版は1879年春に行われた。ワルツ州の独創版以来13年ぶりに、 出版されたピアノ独奏曲となった。マックス・カルベックは、ブラームスがこの頃、ロベルト・シューマンやフレデリック・ショパンの作品の工程を行ったことを、ピアノ曲への回帰と関連づけている。火星が怪獣になり、作品が内向的になっていく、ブラームスの後期への入り口にあたる作品とも言われる。四曲の感想曲と四曲の起奏曲を含む、全曲を通した、 演奏時間は27から28分程度。初版では1から4曲、5から8曲の2巻に分けて出版されていた。西原稔、大作曲家、人と、作品ブラームス P227、音楽の友者、2006。ありがとうございます。